ということで、ついにトイレ側の反撃が始まる、スキビリトイレパート61、62を見ていこう。イエーイ、スキビリトイレが復讐してくるでー。どうも、スキビリトイレ系 YouTuber のフルフルなんですけれども、前回あのスキビリトイレのボス、Gマントイレがですね、周りの仲間たち何人かに裏切られちゃって、さあ、こっからどうなるっちゅうところで終わったんやけれども、本日は最新話の61と62の2本見ていきたいと思います。で、なんか噂によると今回は、ついにスキビリトイレ軍の反撃が始まるっちゅうことで、まあ、死の者のやつにね、まずは最新動画見ていこうっちゅうことで、今日も楽しんでやっていきたいと思います。今、登録者10万人目指してるので、スキビリトイレが好きな方は、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ほな、行こうか。あ、この前、フルフルなりに今後のスキビリトイレをラストまで予想した動画もあるさかいに、そちらもぜひ見てください。さあ、始まりました。おー、一気に場面変わったな。はいはい、おー、来てる、来てるよ。おー、おー、おー、すごいカーアクション。はい、どうなる？おお、なんか新しいやつ来たで。何ついよ。何こいつ。ロンゲフードかぶってんの。あ、ロンゲかな。うわすごいや、イエスキリスト様みたい。おお、待って、これスピーカーウーマン、めっちゃスタイルええやん。タクシー煽ってる。おお、音波で吹き返した今。すごい、音波でなんか物を飛ばす。うえー、かっこよすぎるやろ。うわ、これであれか、ウーマンキャラ3種類全部揃ったんや。くー、いいねー。おはははってる。手足長。いや、腹立つな。はい、で次が、最新話62ですね。おーおーおー、また場面変わったで。あ、修理な。はい、誰誰。おお、おお、キャッチボールしてる。余裕あるね。調子乗ってんで、危ないよ。余裕こいてるとき危ないで。はい。待って、おお、テレビマン、この黒いもやは。あれ、おおサイエンティスト、ここで出てくる？やばい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 、なんでテレビマンのあのワープ能力持ってんの？おお、ジーマンや。ちゃんとヘッドホンしてるみんな。あの音にやられへんように。うわ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 。うわ、これはエグいね。マジの反撃や。あ、体ある。やばいや。あ、こっちも体ある？やばいやばい。どんどんアップグレードされていってる。やべえ。いやー、スクビディトイレ軍、いよいよ本気出してきたね。まあな、カメラマン軍からしたら、一難去って、また一難というかな。これはまた不穏な空気漂ってますな。で、結構ね、突っ込みどころが多かったんで、順番に来たんやけれども、まず1個目が、パート61に出てきた、あの、スクビディトイレには珍しい、挑発のキャラ。みんな坊主やから仲間意識めっちゃあったのに、なんか裏切られた気分。で、あのキャラの名前が調べたら、まためちゃめちゃ長くてな。スキビリトイレやって、もう長い覚えれへん。で、パッと見のビジュアルさ、髪も長くてさ、ちょっとヒゲも生えてやからさ、てかイエスキリスト様とかなんかなって思ったら、これ実際にある海外の YouTuber さんをモデルにしてるらしくて、ペングイン像っていう名前の方やな。ペングイン像っていう名前の方で、確かになビジュアルもな、長髪でヒゲ生えててそっくりやねん。で、弁をさ、刺された後にさ、うわーって出てた、うわー言ってるシーンあったと思うねんけど、あれはほんまにその動画内でペングウィンゾーさんご本家の方が出してる声やねんて。で、実際にさ、ショート動画で見つけたから、これちょっと動画載せることはできんねんけど、ぜひみんなあの、このペングウィンゾーで調べて見てみてください。もうそのまま使われてるから。で、二つ目がついに出てきました。女性版スピーカーマン、これ来たよ。今までは女性キャラで言うとブラックカメラウーマンとテレビウーマンが出とったんやけど、ようやくやね。名前がブラックスピーカーウーマンっていうみたいやねんけど、まあいつか出てくるやろっていうのは予想できてたけど、めちゃめちゃかっこいい登場やったな。もう音波で物は弾くわ。あれ、ジャンプするときも音波でバーン飛んでるよな。
で攻撃力もめちゃめちゃ高いし、でめちゃめちゃ踊るし、おー、なかなか魅力的なキャラやね。かなり自由奔放そうなキャラやってんけど、これな、女性キャラ3体見比べた時の性格の違いがめちゃめちゃ出てておもろいな。ブラックカメラウーマンは、まあおそらくどっちかというと好戦的な、こう攻撃的なタイプっていうね、情熱的やん。で、テレビウーマンの方はもうめちゃめちゃ冷静で、もうほんま上から言われた任務は完璧に全てこなしますぜっていう冷静沈着タイプや。で、今回出てきたブラックスピーカーウーマンは割と自由奔放にやるけど、まあでも上から言われた指令は確実にこなすぞっていうね。これワンピースの言い方借りるならカメラマンチームの3大将がようやく揃ったっちゅうことやね。で、こっからは私フルフルの勝手な予想なんやけれども、多分ね、この先ね、女性版のスキビリトイレが出てくると思うね。で、結構序盤にね、女性のスキビリトイレっていうのは出てきてるんやけれども、まだ現状さ、男性しか出てきてないわけよ。でも今、女性がこれ3体揃ったってことは、おそらく、この3体将全員で挑まな勝たれへん、女性版スキビリトイレが新たに出てきて、ここがぶつかり合うと思うよ。これはね、まあ、理想であり願望であるんやけれども、絶対に、デフペックブームさんは今頭の構想の中にあると思うから、この先注目でございますね。で、次が本題、パート62よ。これめちゃめちゃ突っ込みどころあったから、一回映像見ながらやっていこう。こっからね、はい、まあ、この修理しててな、後ろで優雅に飲んでるわ。はい、で、振動バーン来て、はいはい、これはね、えらいもうゆったりしてるわけよ。ほんなら事件発生ということでね、はい、来ました、はい、行ったよ、はいはいはい、まあまあこの辺はね、はい、こっからね、黒い霧と同時に出てくるわけよ。はい、これね、はい、もし行こうか、はい、こっから出てくるのがアップグレードされた、はい、来ました、サイエンティストスピードでね、はい、もう確実にこの黒いあのもやから登場するのはテレビマンよね。で、これはね、おそらくシネママンの、あの、いろいろ体のパーツを切り取ったのをつけて、このアップグレードした状態になってると思うんやけれども、私、フルフルはね、この前の考察で話したのが、多分、スケビリトイレってな、もともとは普通のトイレのキャラやからな、そんな知能高くないと思うねん。でも、ここまで機械的にアップグレード、進化させることができるっていうのは、なんか裏側に協力者がいると思うよね。で、それが誰かっていうと、このスケビリトイレの中で、たまーちょいちょいいろんなところに出演してくるデフペックブームさん、通称エージェントと言われるキャラだよね。で、それが実はこのパート60に出てきてんのよ。みんな気づいた？はい、これ見てみましょう。はい、じゃあこれ動画動かして、はい、動いた、はい、ここ見て、これ見て、これ足見て、足、まずそもそもこのシーンやねんけど、ヘッドホンが落ちてんのっておかしいのよ。誰もヘッドホンつけてなかったから。ってことは、この足、おそらくエージェント。エージェントが何やろな、例えばこのヘッドホンがちょっと特殊な作りになってて、それがほんまに効果あるのかを実験してみたくて、わざとらしく置いたとか。で、カメラマンが、あー言うてもつけざるを得ん。ちょっとそこの状況を見て、なんか新たな技術の、あの、進歩につなげようとしてるんちゃうかなと思うんやけど、これは多分エージェントでしょう。おそらくカメラマン側を助けるためにやったとは思えへん。なんか陰謀があるような気すると。はい。で、この先ね。はい、つけまして。はい、さあ、ジーマンも来たよ。ちゃんとみんなヘッドホンつけてる。対策してるね。なんかこうなってきたらジーマンが弱く見えてくるな。はい、だんだん弱く見えてくるけどね。はい、さあ、こっからよ。これね。はい、スパイダー型やね。よ、はいはいはい、これ前二足歩行のスケビリトイレって一体だけ出てきたと思うねんけど、あれでうち最近知ったんやけど、あれ、ラージスピーカーマンの体を盗んであの状態になってたやな。はい、これちょっとあのほんまに情報不足で最近知ったんやけど、まあこれ見てると、で、こいつもやし、この後に出てくるやつも体持ってるってことはね、いよいよスケビリトイレも二足歩行になり始めてるってことだよね。
で、しかもその体は全員カメラマンチームの胴体を借りてると。まあでもね、現状、体がついたスキビディトイレの強さっていうのがあんま証明されてないし、そのメリットっていうのがあんまりわからへんのやけれども、まあおそらくこうやって移植され始めてるってことは、何かしらね、強みがある、旨みがあるからこの改造に持っていってるってことやね。てことは、もしかしたらいつか G マンスケビリトイレも何かしらアップグレード何やらわからんけど、なんかの機械チームのでっかいやつの体を身にまとって登場する可能性もあるってことだよね。もういよいよね、全く予想できんレベルまで来てるんやけれども、次が楽しみでございます。ということで、以上がパート61、62動画を見てみようのコーナーでございました。いやー、こっからどうなるやろうね。で、やっぱりね、うちはずっと唱え続けてんのはね、アップグレードタイタンテレビマンなんよ。もうね、タイタンカメラマンも、タイタンスピーカーマンも、おそらくね、戦い続きで体がボロボロやと思うよ。で、その状況で、またGマンたちがアップグレードされて、帰ってきたちゅうことでね、こっから救世主になるのはおそらくテレビマンじゃないかということで、それをね、期待しながら次パート63待ちたいと思います。ぜひね、みんなの感想とか考察もコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。はい、では最後まで見てくださった皆様、この動画がおもろいと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほな、チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。